最近ここ最近大阪桐蔭のサッカー部っていうのが低迷していて、自分たちの代でなんとかインターハイに出て日本一になってやろうっていう気持ちがとても強いので、それがまずインターハイへの切符が手に取れたっていうのは非常に嬉しく思います。ここでインターハイ出場が決まったんですけど、ここが自分たちの目標ではなく通過点なので、まずここでまた明日勝って大阪一っていうのを取ってインターハイに臨めるようないい準備をしていきたいです。